日本中の中でもやっぱり、青森県と沖縄県というのは、非常にまあ霊的なものに関心が強いというか、若い人でも気軽に霊能者の方に相談しに行くっていう文化がずっといまだに息づいているところですよね。沖縄だっったたたらの人であり え青森だったら、まあ、い子さんはもうちょっと数が少なくなって、人数が少なくなってきてしまっているんですけど、まあ、神様ですね、どちらかというと、板子さんよりは神様という民間の霊能者の人にえ皆さんよく相談するということが多いんですけれども、神様もやっぱり、板子さんと同じように、口寄せ、死者を呼び出したり、あるいはまあ、青森はやっぱりね、狐つつきが。 多いんですよまだに私も最近も取材してるんですけども神様とかのね、えー、そうするとやっぱ狐つききに疲れて本当にもう動物みたいに四つん這いであのこのね道場に入ってくるからそれを太鼓叩いたりして、ね、治すんだよみたいな話を聞くんですけども <laughs> その青森県の津軽の方のお話でして多少昔の話になるんですがまあ 国光さんという方が、えー、あ、ごめんなさい、マス、マサミさんにしときますね。どちらにしろ仮名なんですけども、正光さんという男性の方が、まだね、19歳だった頃のお話です。その正光さん、まあ、車とかバイクが非常に好きで、暴走族ではないんですけれども、まあ、旧社会っていうんですかね。 改造した、えー、バイクや車を乗り回すっていうような、えー、青森のグループに所属していたんですよ。で、山だったり、まあ峠道だったりをある程度こうね、改造してバイクで乗り回したり、車に乗り回したり、みんなにツーリングしたりするっていうような遊びをしていたんですが、そんなある日、そのグループ内の仲間ののりこっていう、やっぱり19歳ぐらいの、ね、女の子が、 事故でで死んんじゃったんですよねそれはのりこさんあのバイクの後ろに後部座席に乗っていてそのバイクがスリップしたかなんかでそののりこさんだけガッと強く投げ出されてしまってガードレールにぶつかって、まあ、即死してしまったという事故があって「嘘だろおい!」って「そんなことあんのかよ」ってまあ、正みさんもショックを受けてでそののりこさんっていうのはまあ 免許もなくて運転もできなかったんですけれども、お父さん、お母さんとうまくいってないというか、まあ、虐待のような感じにされていて、家庭に居場所がなく、その旧社会のグループで、みんなの車の後部座席だったり、まあ、バイクの二欠の後ろだったりっていうのに乗せてもらって、そこがまあ唯一心安らげる、みんなとワイワイ楽しめる場所、居場所だったんですよね。まあ、さ,みつさんも自分のののバイク後後ろ、まあ、車の後ろ車とかに のりこさん乗せてあげたりしていたので、まあ、非常にショックだったんですよ。そんな中、まあ、誰からともなく乗子の,のお弔いをみんなでしようよって、まあ、イベントというかひ一つのそう盛大な催しとしてのりこうんお参りしようよっていうことになってその,のりこさんが死んだ場所っていうのは山の、まあ、ちょっと上の方の、まあ、峠道のガードレールなんですね。だからそこにみんなで行って で夜中だったら、ね、誰も通らないところだから、うん、そこで一斉に、まあ、お参りしようっていうことになってで声をかけていったら意外と多くなってしまっても50台以上もしくは100台近くぐらいの、まあ、車やバイクのやつらが集まってでみんなでこう峠道に列をなしてで一人一人お線香をあげたりお菓子お供えしたりねで合わせたりして。 ののりりここさんんんんんが亡くなったガーードレールのところをどどどどしでもまあねあの思い出をちょっと語りたかったりもするからやっぱ一人一人の,あの参拝時間というかが長くなっちゃうんですよねそうするともうガーッと50台以上ですから、えー、車バイクの列がずーっと並んでもう大渋滞になってしまうまあサミンさんももちろん参加していたんですけれども、まあ、ずっとね30分1時間ぐらい経っていくうちに「あわりちょっとさ運転変わってくんねえか」 まあ一緒に乗ってた友達に運転手が止まって自分はパタンってちょっと外に出てみたんですよ。真っ暗な山の暗闇の中にこうふっと振り返るとみんなのヘッドライト車やバイクのヘッドライトがテン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 ,テンとこう峠を曲がりくねって連なっていてああんだかあの世とこの世の 中間みたいな風景だなと思いながら正光さんそのままちょっと茂みの奥の方に入っていったんですね <laughs> まあそんなことがあった夜のまあ次の日 <laughs> 翌朝正光さんこうふっと目をつむったまま自分の布団の中で目が覚めたんですよあれ <laughs> <laughs> なんかおかしいなと思ったんです 目が重いといいとうか痛いんですねその目の中じゃなくてまぶたの外が何かこう痛いなんだろうこれってこう押すのと刺す押されているのと刺されているの,の中間のような痛み鋭いのかちょっとおあのグッと力を入れられているのかそんなようなよくわからない痛みが両まぶたに。 感じるんですえー、なんだこれ目の病気かなと思ってパッと目を開けるんですがまあそうすると別に痛みは感じないで鏡を見ても別に充血してるわけじゃないし眼球自体が痛いわけじゃないんですよでもこう目をつぶるとやっぱりグーって何かこう押されるのと刺されるのの中間のような痛みが走るまるで爪の長い指でグーッと押されているような そんなような感じがするんですね。あれなんだろうこれって。別に眼科に行っても何も問題ないと言われる。確かに目じゃないんですよ。まぶたの、閉じたまぶたのこの皮膚の上を、つるの長い指でぐっとされるような、そんなのが目をつぶるたびに起こるんですね。うん、で、しかも、そのまた直後に、妙な声が頭の中に響くなったんですよ。それは男とも女ともつかないというか、 高い声と低い声が同時に合わさったようなちょっとリバーブの効いたような、ね、震える声で「黒い水を飲め」っていう声が響くんです。「えなんだなんだ?」って「黒い水を飲め」「黒い水を飲め」っていう声がずっと頭の中に響く「えなんだ黒い水」ってえ、まあ「黒い水飲め」って言われたら、まあ、お醤油かコーラかな。 と思ったんですが、ままさかお醤油をね飲むわけにもいかないんで、コーラを試しに飲んでみたんですよ。そうすると頭の中にひく黒い水を飲めっていうのがちょっと収まったんですよ。ああじゃあコーラなんでコーラ飲めばいいのかと思って、1.5リットルのペットボトルのコーラを20本買ってきて、で自分の部屋に並べて。 そのコーラを飲んでるときは収まる。でも飲まないとやっぱりずっと黒い水を飲め、黒い水を飲めって響くんで、もう仕方ないからグビグビグビ飲んでる。で、自分の部屋に引きこもってずっとコーラをグビグビ飲んでる。で、寝ようと思って目をつぶるとも、やっぱり爪の長い指でグーッとされる感覚がす眠れない。だからもう本当、意識を朦朧としながら、もうずっと寝もしないでコーラを飲んでる状態だったらしいんです。確かにその家族に後から聞くと、その時の正道さんっていうのはもう何を。 声をかけても生返事しかしなくて、ぼーっとしてるような感じだったらしいんですね。で自分で思い返してみても、その1週間だったんですけど、1週間というのはあんまり記憶がないんですよ。一体どういうことになっていたのか、頭がモールとしてわからない。で、記憶がね、今から思い返してあるのは、おばあちゃんが神様のところに連れて行きなさい、霊能者さんですね。近所の評判のいい神様のところに相談しに行きなさいって言われて、お母さんが、 自分を連れて行ったその家の風景からなんとなく記憶が戻ってるんですなんてことない民家なんですよ。その中に入っていくと、まあ、その道場みたいなものが奥にあって、で、えー、普通の、それも和室なんですけども、ただまあ、ちょっと違うのが祭壇があって、太鼓なんかが置いてあったりしてうら、後ろの壁の方には掛け軸とかがあったりして、でそこに白装束の、まあ、神様のおばちゃんがいる。 だんだんそこら辺からね、記憶は戻ってくるんです。で、お母さんがその神様にゴニョゴニョゴニョと何か相談している自分のことをちゃんと説明しているんだねって言って、で、神様が、はい、わかりました。じゃあ今からこの子に取り付いているものを私の中に下ろしますから。って言われたの覚えてるんです。で、その時やっぱり自分の中で、え取り付いてるあ、じゃあ俺の身に今起きていることで何か取り付いてるってことなのか っていう風に考えます。で、それで神様がなんかごにょごにょごにょを呪文取られ出してね。呪文っていうかモンというか、もうなな全全世界のなんとかなので、ジャラ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 とこう経蔵を回しながら、不動明王地蔵菩薩のなんなんかマテラスがなんとかなんだかとってこう歌うような感じでジャラ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 ってでガクといきなりこう頭取る。で、そこでこう何か 頭の中に冷や水を浴びせられたみたいに今までずっとぼーっとしてた意識だったのがはっと目が覚めてるようになったのが自分でも分かったんですね目の前にはこうグッと頭を落としている神様がいてで少しだったらおいで声したんですよ先ほどの神様の声とは全然違う声おいお前 お前は俺にひどいことをしただろうって言ってくるんですあれこれ、黒い水を飲めていただくけど、何なく似てる気がするって。おい、お前は俺にひどいことをしたなって言ってくるんですよ。え、え、な、何ですかって聞いたら、山に行っただろうって言うんですね。何日か前に、お前は山に行っただろうって。山、あ、そう、そっか、え英子の弔いに、り子の弔いに行ったあの山か。 お前はあの山で俺にひどいことをした。え、ちょっと待ってじゃちょっと待って。じゃあ、ど、頭また混乱してきて。ちょっと待って、俺に取り付いてる、え、え、この友達に、え、何か、友達って、で、あの山で何かひどいこと、え、な、何俺に、で、それで俺に取り付いた。え、ちょっと、すみません。あ、え、あなたは誰なんですかって聞いたら。 その神様はというかその神様に取りついたものは、イタチだよ。はあの山に住むイタチだよ<ん>って言うんですよ。えちょイタチで全然心当たりないんですけど、嘘つけお前はあの夜、俺に正面引っ掛けただろう ああと思い出したのが確かに一回車降りておしっこ我慢できなくて茂みの奥に行って立ちちちょちょぼ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 っとしたんですよそれをばっと思い出して、うん、えそ確かにあの時ションベン立ちちちしましたでもイタチなんかいませんでしたよそれは俺がイタチの霊だから霊体だからお前には見えなかったんだって言うんですあ霊あ霊あなるほどあでも見えないんだから 分かんなくておしっこひかけるのにしょうがなくないですかって、まあ、その声でもすっかり自分を取り戻したんで、正光さん、そうやって反論したんですよ。すると、そのイタチは、それもそうだなって、ちゃんと納得してくれたんですね。でも、まあのー、とにかく正光さんがきちんと謝ってくれれば、もうこれ以上の悪さはしないからっていうことになって、正光さんも本当ごめんなさいですよ、おしっこひかけて、本当ごめんなさいって謝って、その場は収まったんですよ。でどうもそのイタチはすっ と出て行ったみたいでまた神様がグンってこう頭を垂れてああよかったこれで解決した一件落着だなと思ってお母さんと正美さんが立ち上がってあのお礼を言おうと思ってるんですけどまだその神様ずっと頭を垂れたまま、まあ、意識元に戻ってないっていう感じなんですねなんかこう,う,んうん口の中で何かつぶやいてるような感じでするか何かモゴ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 言ってるような感じがしてあれどうすればいいのかなって 正光さんとお母さん、顔を見合わせていると、ふと、この神様のいる方から、マサって声を聞こえたんですよ。えっ,って振り向くまさマサ、ねまマサ、久しぶり。明らかに神様が喋ってる、でもその声は神様の声でもないし、先ほどのイタチの声でもない、甘ったるような、ちょっと鼻に抜けるような声なんですよ。それ、死んだのり子の声なんですね。 ねえ、マサ、久しぶりだね。また会えたね。って、神様が頭をぶつけたまま、もうのり子の声でそう言ってください。<laughs> お前、のり子、えうどうしたんだよって。うん、あのね、マサがね、マサのことがね、書いてあったから、書いてあったから私、ここに来たんだって。マサっていうふうに、サミさんのことを呼ぶのは、まあのり子さんの癖だったんですけど、それはもうお母さんですら知らない。まして、神様なんか知るわけはないんですよ。で、え書いてあったってどういうことだよ。な、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  あのね、私がいるところの、まあ、黒板駅の黒板みたいなものがあるらしいみたいなんですけどその黒板に「マサの名前が書いてあったんだ」「名字とマサ」「マサミツ」じゃなくて「名字」「マサ」って書いてあったんだあだからマサのことだと思ったんだマサが死んでここに来るんだって思ったんだよえっ死ぬってどういうことマサは多分死ぬはずだったんだよえいやもういたちのせいかなあでもそれはちゃんと話しついてもう大丈夫になったんだよって。 うん、そうなんだ。でも私、マサがこっちに来てくれたらすごく嬉しいなって。え、ちょっと待って、お前勘弁してくよって。なんで俺がそっち行かなきゃいけないんだよ、うん。だって私、だってさ、私、まだ血まみれのままなんだよ。そこで言われて、ゾッとしたのが、ガードレールにぶつかって死んじゃったこと。それをさっと思い出したんですね。うん、さあ、私、お父さんもお母さんも仲良くなかったから、 全然お参りもしてくれないし、何にもお供え物してくれないから、私まだあのね死んだ時の血まみれの服のままなんだよって言ってくる、もう絶対に神様が知らないような、仲のいいやつしか知らないようなのりコの事情をきちんと言い当てる、これはもう絶対にのりコの例なんだって確信したんですね。私まだ19歳だから、まだお化粧とかもしたかったし、きれいな服も着たかったよ、でも私まだ血まみれのままでいるんだよって言ってくる。 えじゃあどうしたらいいんだ?」来たら「あのねだからねマ、ま、さ私のためにお化粧と綺麗な服お供えしてもらってもいいかな?」って言うんですねだって私このままじゃ本当に汚い服なか着て血まみれのままでそんなのじゃもう悔しくてやってられないよなな」涙声になってるんです鼻が詰まるなぐすんぐすん、ね、も最後の方はそのノリコ。 もう何もしゃべれないようになって、ただ、クっっていう反応するような音だけがしてきて、そうなのかって、まあ、シーンとあたりが沈黙、包まれたんですが、正海さん、まあ、そのまま、神様の方に近寄ってきて、うん、分かったよ。でも、ごめん、今俺お金ないんだよって言ったんですよ。え、そんな、何いや、でもさ、俺、ごめん。 ちょ鉄道会社に就職したばっかで、いろいろね、新入社員だから物売りだし、まだお給料もね、あの高くないし、あとバイクの車検のとかやんなきゃいけないから、そういうの買ってやれる余裕ないんだよって、え、そんなマサひどいで、いや、でも悪いそれで、俺、貧乏なんだからしょうがないじゃんって、え、でも、そしたら、私、ずっとマサのバイクの後ろに乗ってやるから、ずっとあ,あんたの車の後部座席に乗ってやるから、いや、ちょっとそれは勘弁してくれ、いいから、頼むから成分してくれ、行ってって。って まみつパッと振り向いたら、お母さんがさすがにパーンって自分の後頭部をはたいてきたんですね。あんた、なんでかわいそうなこと言ってんのよって、ちゃんとこんなに頼んでるんだから、お化粧とお服洋服買ってあげないけないのもう、まあ、いい、もうじゃ私が、私のお金で買ってあげるから、明日ちゃんと2人で買いに行くよって怒ってで、その約束通り、翌日、デパートにお母さんとまさみつさん2人で、えー、のりこさん用のお化粧品とお洋服、綺麗なワンピースを買っていってあげて、で2人で、あの、 例の事故現場のガードレールのところまで行って、こうお供えして、手を合わせて、乗りこ、買ってきてやって、お袋の金だけど、迷わず、成仏してくれよなって、手を合わせた。ほら、マサありがとうって声がちょっと後ろの方に来てて、えっ,って振り向いた。で,で、お母さんもやっぱり同じ方向を振り向いたから、あ同じ声が聞こえたんだと思ったんですが、その振り向いた先。 っていうのが今まで気づかなかったんだけどガードレールの反対側っていうのはその山の中でもちょっと崖みたいになっていてまあ木も途切れているからふもとがすっかり見渡せるポイントだったんですよ。でしかもちょうどそのふもとの方っていうのは住宅地になっててのり子の家がすっとこう見た正面に見渡せるそんなポイントだったんですね。あそっかのり子の家ここから見えるんだって。 確かにここに立ち止まってここから反対側をねガードレールの反対側を見たことなんてなかったからあ全然気づかなかったなっていうふうに思いながらじーっと見ているうちにあれと思ったのがそののり子の家の周りが何かこうキラ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 輝いてるように見えた。キキキキラ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 ,キラっっってててあれなんだなんんだだ思ってるうちにプチップチップチ,ップチッ 何か弾けるのとかして、でも、もくもって、なんか煙が出てきたと思ったら、ポンって、突然、その家に、炎に包まれたんですね。で、それと同時に、ノリ子のお父さんとお母さんが慌てて、外に逃げていくのが遠目に見えたんですよ。えっと思ってるうちに、ぐーって、あっという間にその火は勢いを増して、ノリ子の家、全焼しちゃったんですね。幸い、まあ、その、の子の両親、 怪我1つしてなかったんですがもしかしたら火が出る以外にも何かあったのかもしれないその出火っていうのは、まあ、不明なんだけど一応タバコの不始末かガスコンロの不始末かなんかということで処理されたんですねただ何かあったのかもしれないというのはそのお父さんというのは父親の方はけが、まあ、も負ってないんですがその火事が元で精神 頭の方を病んでしまって精神院に入院してしまってそれからずっと病院を出ることなく街に家に戻ってくることはなかったんですね。で母親の方はそういうごたごたの中で夜逃げするようにして家を出て行ってしまってまあ結局その街も出て行ってずっと未だに行方不明のままになっている。 だから結局ノリ子だけでなくノリ子の父親も母親も家ごとその津軽の町から姿を消してしまったっていうお話を聞かせてもらいました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価コメントしてくれると嬉しいです 次回の動画もお楽しみに。